ちは。私の名前はランです。私の出身はベトナムの北部です。4年前に留学生として日本に来ました。日本に来たばかりの時ね、なんかベトナム料理をとても食べたかったです。日本の料理を食べられなかったです。すごくなんか困りましたね。もしベトナムに住めば、店に行ってすぐ美味しい食べ物を提供してくれると思いますけど、なんか日本ならちょっと難しいね。まあ、ベトナム料理食材店に行って食材を買って自炊してもいいですけど、でも日本のスーパーよりベトナム料理食材店の店舗数の方が少なくて、買い物に行くのは結構不便と思いますね。それ私はなんか長い時間日本に住みたいですから、こんな状況が続いたら結構大変と思いますね。その時はね、私はすごく悩んでいました。まあ、ようやくアイディアも出ました。ベトナム料理の食材代わり、日本のスーパーで買った食材からベトナム料理を作ったらどんな味になるかと思いましたね。それでね、作ってみて意外に美味しかったです。それで皆さんに、日本のスーパーで簡単に買える食材からベトナム料理の作り方を紹介しようと思います。ベトナムのアギハル巻きは有名ですよね。今日はネムを作ろうと思います。材料は全部日本のスーパーで買いました。じゃあ、原料は豚肉、青ネギ、椎茸、もやし、きくらげ、春雨、人参、玉ねぎ、巻きを作るとき、ライスペーパーは不可欠なものですよね。皆さんは揚げ春巻きを作るとき、多分これをよく使うと思いますね。でも私はそれを使いません。理由は、そういうやつはね、生春巻きを作ったら美味しいと思いますけど、この種類の原料を見たら、お米だけじゃなくて、お米粉だけじゃなくて、タピオカの粉も入っていますね。実際は、ベトナムのライスペーパーは全部お米から作りました。タピオカの粉がなかったですね。タピオカの粉入ったら別の味になると思います。それ、いろいろなライスペーパーを作ってみて、結局は私はこれにします。これを作ったら、揚げ春巻きの味は本場味に似ていると思いますね。サクサクっていう食感がありますから、皆さんはこれを作ってみて、美味しいですよ。エビの尻尾の皮はちょっと残っていますね。後でなんか。